どこよりも立派な作り、それでいて見張りがいない。つまりここか。いよいよだ。誰よりも人の命をもてあそぶボロランを許すわけにいかない。みんな覚悟はいいか。ああ、ここまで来ちゃな。無論だ。怖いけどやらないとだよね。来たぞ、ボルラン。その男の屍の前で今一度我が物となりに来たのか。貴様兵を引かせた。一人でも勝つ自信があるということだ。なぜ俺をつけ狙う。お前の望みはスルドブリガに勝利することじゃないのか。俺の望み。俺は望みなどせぬ。元に全ては我が物。当然だ、貴様の志望だ。だが嬉しい。ハートリフトアクル。
の負けだ、ボルラン。今すぐ外の奴隷を生贄にするのをやめろ。早く。負けだと。何？バカめが。
ということ、アルフェンだけじゃなく、なんでボルラーンにまで王の紋章があるの？それに、奴が王なら、これまでのスルドブリガは一体。どうやらどこかに大嘘つきがいると見える。氷の槍を。
止めないとやめ。王は一人、他は全て消えろ。Get out of here!
ついに全部のマスターコアが揃ったわけか。これでどうすればいいんだ？全てのマスターコアを一箇所に集めれば、その時点でレナス・アルマが誕生すると聞いている。じゃあ、あとはシオンのを置けばいいんだね。それで、茨からも解放されるのだな。どうなってるんだ？これだけじゃダメなのか？まさかこれすらも。アルフェン、後ろだ！シオン、
お前は何何なのこれは。なんだマスターコアだ。闇のマスターコアなのか。レナス・アルマとはダナのご属性ではなかったのか。それをどうする気だ。アルマ！ギャー！カイス！始まったのだ。いつも君と待ち続けた季節は何も言わず あれから一月、俺たちはまだガナス・ハロスにいた。支配者がいなくなっても、ペレギオンの人々の心の解放は遅々として進まなかった。レネギスの不気味な沈黙の下で、俺たちはその対処に追われていた。二人の王、あの赤い女とレナス・アルマ、300年前と解放されたダナと消えたボルガーンの死体。戦い続ける気持ちに変わりはない。それでも俺は息つく間もない忙しさをどこかありがたいとさえ感じていた。
大丈夫か？ぼーっとしていたぞ。あ、すまない。どうしたんだ？住民の陳情だ。これから話を聞きに行く。私にはこの国のダナ人が他人事には思えないんだ。キサラ、メナンシアにも猛獣はあった。ただ曲がりなりにも私たちは自分たちで選ぶことができた。それすらこの国では許されなかった。この国の人たちがどんな未来を選ぶにせよ、せめて自分自身の意思で選べるようになる手助けを私はしてやりたいんだ。メナンシアの人々が改めて共存を選んだようか。理想郷への第一歩になるといいな。それはまた別の話だ。だが無駄にならないと信じたい。わかった。ならまずはやれることからやってしまうか。先に行っている。すまないがシオンにも声をかけてくれ。いつも通り城の入り口で集合。続きはそこで話そう。わかった。シオンはここの時天井展望台にいることが多い。行ってみよう。何かあったの？そうらしい。城の入り口に集合だ。また外を眺めていたのか。眺めているといろんなことを考えなくて済むから。いろんなこと？巫女のこととか、自分が本当にネヴィリの子孫だった。俺を責めないのか？なぜ？俺はレナス・アルマを破壊した。茨からの解放は目前だったのに。どうして破壊しようとしたの？あれを見た時、昔のレネギスでのことを思い出した。気がついたら体が動いていた。すまない。それほど辛い記憶だったということだわ。それに破壊されたとは限らない。あの赤い女と一緒にどこかに消え失せただけかもしれない。だけどならどうして？無理しないで。いいの。あなたは私を連れ戻してくれた。今はそれで十分よ。行きましょう。みんなが待ってるわ。
城の入り口に集合。君たちか。私が最後かと思ったが。そういうあんたこそ、またキサラが怒るぞ。違いない。ボルラーンが倒れてから一月、いい加減何か動きがあっても良さそうなものだが、結局ボルラーン、あの時闇を核に、君たちは知っていたのか。レナス・アルマの属性のことか。私も闇のマスターコアが存在する。では巫女の力は。それもあの時初めてよ、自分に。俺もあんなことが起きるとは思いも。王と巫女か。操った赤い精霊力の制御に関わる力。精霊力といえば、レナス・アルマの誕生で他のマスターコアが失。これも巫女の力の働きかもしれんな。炎一応な。レナス・アルマにほとんどの力を持っていかれたが、今はまた私の胸に収めてある。結構当座はそれで差し支えなかろう。何にしても今は目の前の問題が先よ。行きましょう。おい、シオン。城の入り口に集合だと聞いている。こちらが今回に相談があるとチェル、今から話を。分かった。お腹が空きました。配給あります。量が足りないって聞いて。なら何が問題なの。まだここの人たちは素早い受け答えに慣れていない。ああ、そうだな。配給の量は十分でも足りてない。お腹が空いています。それはもう分かった。ひどくまずかったのか。分かりません。食べていないので味は分かりません。食べていないって。後ろに運んでいます。なぜ。私の班の全員です。相手の名前は分かりません。俺たちの誰かだ。さすがに分かりません。
この町の人々は少しずつ自分の意志を取り戻しつつある。人より先に意志が戻ってきた奴が他の奴の食料を。ああ、放っておくわけにはいかない。城を調べよ。修正な時間がかかる。彼らのせいじゃないとはいえ、もどかしいわね。